こんにちは、本郷かなたです。実は私、俳優業を生業としておりまして、映画やドラマなんかに出ております。最近は複数作品を同時に撮影しておりまして、ありがたいことにバタバタさせていただいております。明日も明日とて撮影なので、セリフを覚えなきゃいけないんですけれど、いかんせん量が多くてですね、こうやって現実逃避でカメラを回しております。ということで、今日はどうやってセリフを覚えているかなんかを紹介しつつ、明日のためにセリフも覚えていきたいと思います。この仕事はだいぶ長いことやっておりまして、もう芸歴約30年になるんですが、よくね、質問されるんですよ。俳優さんってたくさんセリフ覚えるのすごいですよね、どうやって覚えてるんですか、みたいな。答えはシンプル、気合。その一言に尽きると思いますよ。決して超人的な特殊能力があるわけでもないので、コツ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 と時間をかけて覚えてるわけですね、みんな。台本ってこういう感じで書かれてるんですよ。役名の下にセリフが書いてあったり、と書きが書かれてたり、こういう感じでページが作られております。で、これが本になったものを渡されて、まあこれが大体1話の台本ですね。1日に多い時だと15ページとか20ページとか撮ったりすることもありますね。ドラマだとやばくない？20ページを覚えなきゃいけないんだよ、毎日。でもまあそれがお仕事なのでね、今日も今日とてやっていこうと思います。まずは明日撮るシーンを確認して、撮る順番に付箋を貼っていきます。僕はそんでこう貼り終わって、明日の1日で撮る撮影量を確認して、1回まず絶望します。こうやって、ああ明日こんなに喋るのかって、まず1回絶望をします。でもこの時間はもったいないということにすぐ気がついて切り替えます。はい、これが第2のステップです。あとはもう順番に地道に覚えていく作業ですね。ざっくり覚えたら、こうまず隠すんですよ。こうやって自分のセリフのところ頭の中で喋って、こう答え合わせをしながら、こうやってスライドして進んでいくわけですね。テスト勉強さながらのこういうスライド式の覚え方を僕はよくやりますね。まあこれをひたすら繰り返すっていう感じかな。何週かして、あ、大体 OK だって思ったら、もう OK にしてるわ。もう30年もやってるとね。こういう地道な作業を毎日行っているんだなっていうことが、まあ伝わったかなと思います。明日もね、15ページぐらい結構喋りっぱなしなんで、まず絶望です。そうだった。まず絶望します。はい。覚えていかなきゃいけないんですけど、今一つ、やる気が起きない。なので、今日は一回リフレッシュしてから挑みたいと思います。さてさて、チョコレートを食べましょう。僕結構ね、甘いもの好きなんですよ。今日も無事に撮影を乗り切ったご褒美として、プチ贅沢にチョコレートの食べ比べをしていきましょう。季節限定のプレミアムガーナを3種類用意しました。ほら光ってる、もうプレミアム感満載だわ。あ、個包装なの、嬉しいね。普通にクレームショコラコーヒー、うまい。甘すぎず苦すぎず、ちょうどいいですね。うまい。飲食物に興味のなかった僕ですが、ちょっとずつ大人の味が分かるようになってきましたよ。いや今更かよって感じだけど。じゃあこれね、トリュフチョコアールグレイ、口の中でゆっくり溶かしてお召し上がりください。だってオッケー、分かった。おー、かわいい。ほらかわいい。ゆっくり溶かしていただくとしますか。めっちゃ紅茶だ。あ、後半に行くにつれてより香り高くなってきた。おそらくここに到達したんだな。うちの母はチョコレートと紅茶がツートップぐらいの勢いで好きな人だから、これをあげてしまえば一撃解決できるね。もうすぐバレンタインだから、母親にはこれをプレゼントしようと今思いましたね。最後これ生チョコレートフロマージュ。このさ、とろーり中に入ってる系めっちゃ好きなんだけど、なんか独特な開け方だぞこれ。えいえい、かわいい、いい感じだよ。いただきます。いただいてます。あ、これ好きだわ。これ好き。ちょっと横になろう、好きだから。これで明日休みだったらどれだけいいか。いや、そんなことないな。働かせていただいてることに感謝だ。よし、完全に気持ちが切り替わった。よし、これでやる気出てきたから、覚える作業に入っていきましょう。よし、じゃあなんとなくタイマーをつけながら始めていきます。この辺おそらくぼかしかけると思うけど、ガチでやっていきますね。スタート。よし、こっち上がった。次は。
よし、いいんじゃないだろうか。うん、1時間39分、まあこんぐらいかかりましたと。はい。さて、本日はセリフ覚えルーティーン的なものを紹介させていただきました。俳優というものはかなり地味に撮影に対して予習をしているんですね。うん。でも今日はとても美味しいチョコレートを食べてリフレッシュしたので、いつもよりすんなり覚えられた気がします。この3つの中ではこれがおすすめですね。ぜひ見かけたら手に取ってみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。動画また見てください。バイバイ。